どうも、PDR <っ>、ね。ええそんなことしてへんよ。さっきちょっとね、PDR さんの動画見てたんで。えっとですね、今回、おっちゃんの,の動画は、えー、前回の時に、えー、次の動画では、ビカムとゲットのこの2つやりますよっていう話をしたんですが、最後のね。えー、だけど、実際よく考えてみたら、まず、 えー、変化しない、ね、その状態を表す B 動詞と変化を表すたくさんの動詞、えー、こいつたちがまず根本的にどう違うのかっていう話をしないとみんなが英会話の時にパッと簡単に使えないということをちょっと思ったので今回は、えー、いろんな、ね、変化を表す動詞の代表例でビカムを使ってそれとみんながよく知ってる B 動詞って実際いろいろ使ってみるとどう違うのかっていう点を皆さんにこうお伝えしようと思ってこの動画を作りましたで、えー。今回のメニューは こちらですえ今回はね7項目あって、えー、ちょっと3番目だけ「普通」って書いてるけどこれどどれをとっっってててももななるるほらえると思いますでもねあんまり前の方だけで見るのやめちゃうとかなりもったいないので、えー、やっぱり英会話で使えるようにしたいのでねな,なのであのちゃんと7番まで見てもらって初めてちゃんと1個の役に立つ動画になるので是非皆さん最後まで見てください。ということで本編に入っていきましょう。 では見ていきましょうこれが前回の動画の時に皆さんにお見せしたものなんですが B 動詞以外で SVCC C の文骨説明語が主語のことを説明してるよっていうやつですねそれに当てはめられる動詞っていうのがたくさんあって今回はシリーズとして変化のことをやっていく一発目なんだけどその中でも代表例としてビカムを取り上げて B 動詞と比較していこうということです。 でこれを理解するにあたってですね日本語大雑把三文形これをちょっと思い出してほしいんですけれども、えー、こんな感じで2番と3番については B 動詞を使いますよつまり SBC でできますよっていうやつでしたで変化を表す動詞の代表例でビカムを挙げるんですがなんとこのビカムだけが2と3どっちも使えるんですよつまり、えー、文骨説明語のね、えー、何名詞どんな形容詞、えー、どっちも使えると。 そういうことなんですで。変化を表す他の動詞っていうのは、丸、え、二、ー、の方を使ったら違う意味になっちゃうんですね。なんでそれについてはまあ今後やっていくとして、えー、今回この二と三、ビーとビカムをどんな風に使うのか具体的に見ていこうと思います。で、状態を表すビー動詞と変化を表す動詞の違いというので、まずビーの確認なんですけど、ここでは現在過去未来の三つの文が並んでますよね。で、このね三番の未来のやつだけ。 なる,る B 動詞ってでも状態っておっちゃんに言ってやんけってなるやんかせやけどこれね Will be a teacher の場合はこれ今は先生ではなくて未来に先生であるだろうという未来の状態のことを言ってるつまりその差から結果的には変化するんだっていうことが読み取れるっていうそういうことなんですねなのでこれ実際ね Will be がね変化を表すわけじゃないよっていう例で こういういものを入れてみました。まだ、still っていう単語を入れて未来の文を作ってみると I will still be a teacher at the age of 70.still まだだろうになるんですよこの場合 at the age of 何々で、まあ、何歳の時っていう意味なんですが70歳の時点でもまだ先生だろうっていうふうにこれは今も先生だけど70歳の時点でもまだ先生だろうっていうふうに変化を表してないですよね なのであの未来だったら Will be, will become 同じで変化だっていう風にあに思っちゃうとなんかこうやって違うことが言えなくなってしまうので気をつけましょう。で次なんですが Become の方はもうこれねもう色変えてるからみんな明らかだと思うんですがここに着目してほしいんですよ単になっただったら先生になった生徒学生から先生に変わった時のことを言ってます ななるるだろうも未来のいいつか分かんないけどある時に、えー、例えば学生から先生になるその未来のある時点のことを言うとだけどこの「ビカム」これね日本語では先生になるだから英語では過去じゃないし未来じゃないし現在で書いてしまうとこれダメなんですね、えー、これ実はね、えー、以前の制「時世編1」順番で言うとシャープ7番の動画で言ってるんですけれども、えー、現在形の時に それがもし動作同士であれば come とか go とか例えば取るのテイクとかそういうものを使うと習慣を表してしまうんですよねなのでこれ私は先生になるで I become a teacher って言ってしまうと先生になったりならなかったりを繰り返すようなそんな意味になってしまうんですねでここのダッシュということで例に挙げたのが葉っぱは秋に赤くなる。こう秋が来るたびに繰り返して葉っぱというのは赤くなってますよね なのでこういうふうな時には Leaves become red in fall こんな感じで、えー、原在形を使って OK なんですじゃあこの ○3 の私は先生になるってこれ日本語で言う時どんなイメージか考えてみたら今は先生じゃないけどいつか将来になるっていうふうに予想だとか決意だったりとかしますよねすいませんこれね決意だけ書いてるけど予想とか希望とかも入ると思います なので、これ未来のことを言うのだから、英語にするときにはやっぱり未来の表現にしてあげないとダメなんですね。なので、ここでは、I will become a teacher にしますが、例えばこういう未来の表現、be going to 使ってもいいと思いますが、そういうふうに未来の表現にしないとダメです。なので、になるだけ言ってるから、現在形っていうふうには限らないんですね。これ注意しましょう。 でこれはちょっと形の説明だけなんだけど B 動詞以外で「ビカムオンリー」だけれどもえこういうふうに「何」にあたる名詞と「どんな」にあたる形容詞っていうのがどちらもビカムの時には使えますよっていうことです。これただね形容詞の意味を持つ「語群」というのをね名詞を使って作ったりもできるんだけどそういうちょっと、えー、高等なことはまたいずれやっていきます。 で、ここで時間関係。これがね、英会話するときにめっちゃ大事なんで、ぜひここ、あの、しっかり覚えておいてほしいんですが、B 動詞の場合だと、〜何々です。つまり〜何々である状態なんですよね。なので、過去形で使った場合は、例えば先月とか去年とかでね、過去のある時点においてもその状態であると。つまり、いつからその状態になったかというのは表すことができないんです。B 動詞の場合は。 で、そのいつからを表すのが実は become なんですよね変化する時点を言うので変化したじゃあそこからなんかその状態例えば先生になっただったらその時から先生であるというふうな判断ができますこんな感じで私は怒っていただったら I was angry だけどいつから怒ってるかはここではわかりませんだけど become の場合 I became angry だったら 過去のある時にそこで起こったからそこからしばらくは起こった状態になりますよねで、えー、さらに噛み砕いて次行ってみると「私は10時に起こっていた」こんな言い方はしないけどこれはみんなに理解してもらうためにわざわざこんな変な英文作ってますでここでは「午前10時の時点で私は起こっていました」だけどいつから起こってるかやっぱり分からないんですねで今度 I became angry at 10 a. M. この場合も10時に起こり始めましたよということが分かるんですよということですつまりそれ以前は起こっていない状態10時以降に起こっている状態になっただけどその変化のところだけを became が言ってますじゃあ B を実際にね誰かに話しするときに使う時の例なんですが例えばこれ この英文の場合だと例えばこの動画を見ている皆さんがある時、花子に会ったと。なら、会った時には花子はも怒ってたんです。で、その理由を聞いたら、太郎が約束破ったからということだったんですね。なので、時間軸で表してみると、皆さんが花子に会った時というポイント。そこで花子は怒っていましたよということです。怒り始めがえ太郎が約束破った。 とということが分かった時で、すよねでその分かった時の方を表すのがこのビカムの役割なんですね。Because Taro broke his promise, Hanako became angry. これがどんな状況かというと、え、t と花子の話の流れを説明してるんですね。太郎が約束を破った。で、それを知った花子がその知った時に起こるっていう気分に変わってしまったわけですね。なので、 太郎がが約束を破ったったていうのが分かっった時点を境にして起こっていないから起こっている状態になっただけどここで動詞の過去形っていうのは注意しないといけないのは過去のことは言ってるけど今どうなのかっていうことについては触れてないので今も起こっているかどうかっていうのはこれは分からないです。 これね動詞の使使い方で過去形を使ううに注意しましまょう今どうかということに関わりなく過去にしたということだけが言えてしまうのでえ今もそうであるってなると例えば「She is angry」っていうふうに今花子は怒っているっていうふうになります <Okay. S 1> で最後に注意事項なんだけどこれね前に時制編の3番と4番でこれは皆さんに説明してたと思いますえシャープナイ9テンですねももうううう怒っっったたとかもう疲れてていう時っていうのは 怒っていない、疲れていない状態から怒っている、疲れているっていう状態に変化した後にこの発言をします。ということはこの発言をする時にはもう怒っている状態え、疲れている状態であるということなのでえこの日本語ね怒った、疲れたなんか過去っぽいけど英語ではこれやっぱりその言った時点での感覚を言うので現在形の「I am angry, I am tired」っていうふうに be 動詞の現在形を使いますでさっき言ったようにもう起こったあ過去だなと思って「I became angry」ってもし言うと起こった時点変化のことは言うけれども今起こってるかどうかがわからない「I became tired」も疲れる状態になったって言ったけれど今も疲れてるのかどうかっていうのはわからないえこのね日本語に惑わされないように皆さん注意しましょう。 さて皆さん、今回の動画いかがでしたでしょうかわ、えー、かりやすいなって思ってもらえたら、評価の方ぜひぜひよろしくお願いします。であと、チャンネル登録もね、やってもらえたら、新しい動画アップしたらまた通知が行くようになるんで、登録の方もよろしくお願いします。で、またもう、ちょっとね、見てわかりにくいなって思った場所とかもしあったら、の下のコメント欄のところにぜひコメントも残してください。えー、ぜひよろしくお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。See ya! Bye!